の勝ちですわね、リカ。私のトラップと比べればリカはまだまだお子様ですわ。さとこ、もうそれくらいで。僕の乾杯なのです。ちっとも悔しくないのですよ。たったさとこに僕からのプレゼントなのです。さすがリカは分かってますわね。おめでとうなのですよ、ミミカ。何が起こったんですの？さあどこ、顔。お？何ですのこれ？さとこのトラップに対抗するために用意していたのですよ、ニバー。やっぱりリカちゃんにはかなわないね。あ、レナ。お？ごめん、楽しくて疲れちゃったのかな。少し体調が。大丈夫か？うん、でも保健室で休んでから帰るね。ケタ君は心配すんなって。元気になったら手伝ってやるから。私も顔洗ってまいりますわ。こんな顔では恥ずかしくて外も歩けませんもの。今日はお開きみたいね。お、いたいた。よー、レナ、精が出ますな。あ、ケイシ君、どうしたの？事件発生の通報を受け参上しました。被害者はどこでありますか？事件で、ケンタ君人形がゴミ山で生き埋めになっているとの通報でしたが。冗談だよ、手伝うって約束しただろ。レナのために。で、どこだよ、ケンタ君は。あ、こっち。この先か。うん、そうだよ。ほら、この隙間から見える？ん？お前、これを一人で何とかするつもりだったのか？あ、ちょっとどいてろ。おのとかのこぎりがいるかもな。レナのためにやってるだけだ。気にしな。さ、さすがに休憩。あのね、私家近いから麦茶とか持ってきてあげるね。絶対そこにいてね。見られた。圭一君に見られた。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 圭一君はきっと気づいてる。どうしよう、どうしよう、どうしよう。そっか、もっとレナが頑張ればいいんだ。腕が一本まだ見つかってないんだろう。
南沢ダム工事現場は作業員認知しバラバラ殺人あったんだ。やっぱり被害者をまたやつるはしで寝た打ちにして断殺、遺体を斧で6つに切断暗くなりそうだし、今日はもう無理かな。しょんぼりすんなって、明日だってあるんだね。また手伝ってくれるの？当然だろ。ありがとう、ケイチくん。ケイタくんをお持ち帰りできる。あいつらひどい目にあった。にしてもまさかレナに殺されるとはな。たくミオのやつ。これ使って。ああ、悪いな。放課後のことなんだけど。ケンタ君だろ、分かってるよ。ありがとう、ケイチ君。お持ち帰り。聞いてないけど。レナ、ケイチ君と一緒に食べようと思ってたくさん作ってきたの。だからここを開けて、開けてよ。そんなに食い切れるかな。熱のせいであんまり食欲なくて。きっと美味しいから。それに栄養も満点で風邪もすぐ良くなるよ。それは魅力的だな。だから意地悪しないで開けてよ、ケイチ君。開けてよ。そうだよな。俺はまだ何を迷ってるんだ。どうしてそんな意地悪するのかな。このリカちゃんに言われて。レナのことが怖いのですか。レナは恐ろしい存在だと信じ込もうとしているのは、俺自身だって気づけたのに。それなのに俺を見る目が不気味なものに思える。どうしようもなく嘘だ。もしそう言われたとしても、それは一度きりのことだったかもしれない。その時たまたま疲れていただけかも。
もしれない。ちょっとしたことで不機嫌になっていただけかもしれない。もしケイチがレナを何か恐ろしいものに感じたとしたら、疑うのはレナではなく自分自身なのですよ。俺は、ケイチくんやっと開けてくれた。ケイチくん、そんなにお腹が空いてたのかな、クナ。お邪魔します。遠慮しなくていいよ、どうせ誰もいないんだからな。誰もいない、ケイチ君と二人きり。にしてもまたずいぶん気合い入れてきたな。何人分だよそれ。ケイチ君食べるものがなくて困ってると思って。おかげで助かったよ、レナが来てくれなかったらカップラーメンで済ませるところだった。すぐに準備するね。お台所借りてもいいかな。俺も手伝うよ。うん、一人で大丈夫。ケイチ君はテレビでも見ながら待ってて。なんか悪いな、台所はこの奥、好きに使ってくれていいから。ありがとう。オンクロー。ありがとう。レナってうちの母さんがこんなこと頼むくらい仲が良かったんだな。うん、おばさまとはお買い物の時にスーパーでいつも会ってるから。スーパーってセブンスマートだろ。俺もよく行くけどレナとは会ったことないな。レナはケイチ君がカップラーメンを買ってるところ見たことあるよ。豚骨生姜味だったよね。なんだよ、気づいてたなら声くらいかけてくれればいいのに。それでは次ども。その村で起こったバラバラ殺人の容疑者の目星はつきました。なあレナ、先にどうしても謝っておきたいことがあるんだけど。何かな、かな。前にレナを怒らせるようなことを言っちゃっただろ。ちょっと考えれば話したくないことだって分かったはずなのに、気を悪くして当然だよな。何のことかな。ほらゴミの山でバラバラ殺人とか。なっ。お父さんを守らなくちゃ、私が家を守らなくちゃ。ケイチ君を殺して私も消えよ。あ、そうか、これが今年のお社様のたたりなんだよね。さっきから何を、俺を、ケイチ君を殺して私は鬼隠しで消える。それでお父さんだけは静かに暮らせる。うん、そうだね、それがいいよね。来るな。だって私はもうすでにお社様のたたりを受けてるんだし、ちょっとの間許されていただけで、すでにとっくにあの時に。いいよレナ、それ以上は。私はもうお社様のあたりなんだから。あ、
レナ